二十歳過ぎから M 字ハゲと戦っている、病害です。今回ですけども、AG 治療を始めて10ヶ月が経ちましたー。はい、僕は2020年の2月21日に、個人輸入による AG 治療を始めまして、ちょうど10ヶ月目が経ちましたね。僕は脱毛を抑制するフィナステリドに関しては、フィンペシャー。発毛を促進するミノキシジルは、リグロスラブ M15。停滞感を打ち破るために、ダーマローラー。これらを使って M 字ハゲと戦ってます。はい、ということでね、まあ10ヶ月目なんですけれども、まあ9ヶ月目にして、まあハゲ卒業しましたよというね、ご報告をしたんですけれども、前回ね、ちょうどね、あんまりちゃんと見せられなかった部分もあるので、特にワックスつけてない状態で、髪の毛を、まあ動画で、まあ見せてほしいというコメントがあったんで、リクエストにお答えしてその様子をお見せします。ということで早速行ってみよう。はい、まずは左側から。まあ、この内にえぐれてますね、かなりね。やっぱね、治ったところは言い難いかな。この奥の方も、はい、こうやってちょっとずつ見ていきます。あ、もうここまで来るとハゲてないな。うん、どうすかね、ちょっと角度変えてみて。次が右、こっちの方が、まあ、左と比べてえぐれ具合が内に入ってる具合は少ない。同じようにかき分けても、はい、もうほんと上の方まではね、この辺のひどいえぐれはもう完全になくなってますかね。こうやってもね、なんか、はい、分かるでしょ。で、思いっきりこうあったときは、こんな感じでーす。はい。で、またちょっと髪型をこういうふうな感じに変えてみて、どうかな、これ。ぱっと見ハゲてるように見える。ギリギリ見えそうだな、ここも。はい、という感じですね。まぁ、ちょっとね、前回からまた髪型変えてね、前回ぐらいは多分中分けの状態だったんですけど、またね、この際の部分が、こう、はっきり目立つような、なんていうの、8-2 というか7-3というか、こう、バッてね、横にした状態で、まぁね、なんとか隠せてるでしょ？隠せてると思ってるんですけど、ね、まあ、このような髪型でも、まあ、隠せるよという状態が、まあ、一応見せられたんじゃないかなと思っています。で、まあ、実際にね、このミノキシジルを塗ったりとか、まあ、フィンペシア飲むタイミングだったりとか、このダーマローラーの使い方というところがね、多分ね、この動画が出る前に、ルーティンの動画を出してると思うんで、そちらをぜひね、見てください。まあ、ほんとね、まあ、ルーティンの動画でやって、毎日毎日ね、やっぱりやり続けるのってすごい大変なんだけど、特にね、ダーマローラーは、やっぱね、めんどくさいと感じるんですよ。熱湯消毒をね、しないと、バイ菌入って、それによって余計なんかハゲが進むとかになったら嫌じゃないですか。なんで、消毒はね、多分しっかりした方がよくって、で消毒のその薬みたいなのが、やっぱコロナの影響もあって高いんすよ。だからちょっとね、もったいなくて使いたくないし、なんか消毒するのに何分もつけとかなきゃいけないとかなるとさ、一回そのハゲ治療するのに30分とか40分とかかかってたらね、やっぱちょっとさすがに続かないんすよ。だから長続きするための、まあなんていうか、ルーティンにした方がまあいいんじゃないかなと僕は思っています。で、サムネがね、このリグロスラボじゃない、ミノキシジルは2本買いなさいみたいなね、のにしてると思うんですけど、これどういうことかというと、はい、僕これこっち空なんですよ。リグロスラブもう1本使い切っちゃって、はい、こっちは入ってる、入ってますね。で、これ何かというと、コメントでね、未だに来るのが、このリグロスラボのこのプッシュ部分が出なくなりましたと、液が出なくなりましたって結構言われるんですよ。で、どうしたらいいですかって言われるんですけど、僕なったことがないからもうどうしようもなくって、考えたのが、まあ、これね、2本目なんですけど、今のところ僕何にも詰まることなく、使い続けられているんですね。ただ、わかんない。みんなのコメントしてくれてる人みたいに詰まる時あるかもしんないから撮ってるんですよ。で、あとはね、箱もね、一応捨てずに撮ってます。で、これどうなってるかというとね、箱の中開けると、スポイトあるんですよ、スポイト。もうこれ多分ね、箱捨てちゃってどこ行ったかわかんないって人いると思う。で、
この箱を捨てずにいれば、多分このスポイトがあって、最悪これが詰まったとしても、ね、この蓋をキュッキュ開けて、このスポイトで取り出して、直接この紙にね、ピッピッピッってつけるみたいなことができるはずなんですよ。でも、多分ほとんどの人はもうこれ多分スポイトなんか使わんでしょと思って、これごと捨てちゃってると思うんですよね。だからまずやっぱり、この箱に関しては捨てずにいるべきだし、まあ、スプレーでやっぱりやりたいから、スプレーが1本目ダメになった時のために、まあ、2本目を持っとくっていうので、まあ、2本同時に買うのがね、僕は一番いいんじゃないかなと思ってます。で、使い切った後も捨てない。もう、これもね、邪魔だけど、もうゴミ箱にポイって捨てちゃいたくなるけど、一応残しておいて、もう万が一こっちのスプレーが使えなくなった時には、まあ、ね、こっちのスプレーするやつを、移行して、移植して、まあ、使うというのがいいんじゃないかなと思います。ここちょっともう熱弁したかった、これに関してはね。だから、もうすごいそのハゲ治療に関してもリスクヘッジっていうところよ。やっぱね、3500円ぐらいするし、届くのにまあ1週間ぐらいはね、身の切りでもかかると思うので、ね、せっかく買ってなんかすぐ使えなくなったら嫌じゃないですか。でもなんか液をいっぱい入ってるというね。というところでね、皆さん参考にぜひしてもらえればと思います。はい、ということでね、今回短いんですけども、以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。